えー、こんん、にちは、はです、えー、松永さん今回はお申しし込みありがとうございました、はいまあ、前回もですね2回か3回ぐらい、まあ、あの映像を買ってセミナー映像を買っていただいてると思うんですけどもうだいぶですね多分おそらく勉強されてるので、まあ、大体分かってるとは思うんですけど、まあ、今回の映像の中にその熱海久保さんとやった熱海合宿ですよね。であれは、まあ、今まであの購入いただいた商品の。 よりりかなり、まあ、合宿ででやってますんで9時間ぐらい映像としてはあるんですけどす、まあ、すごいい内容が濃いものになってますだから今まで僕セミナー映像をまあこう販売したりとかしてましたけども、まあ、合宿の映像販売は多分今回初めてなんで多分今まで見たセミナーセミナーだとまあ3時間とかそれぐらいの枠だと思うんですけど、まあ、合宿はかなり濃くやってるので、まあ、それ見ていただくのとあとはですねえ他の。 えー、大学生とコラボでブックメーカーのやつですねとか、まあ、他にもいろいろなラインナップで今回詰め合わせしましたんで見ていただければなと思いますでただあのこれ結構買っていただいた方に言ってるんですけどいろんなジャンル久保さんも含めて、まあ、その大学生もそうなんですけど、まあ、出てる人たちの考え方っていうのをちょっと見てほしいなっていうところが僕の本音です まあ、いろんな稼ぎお金の稼ぎ方があるんですけど結局はみんな共通して言えるこ結果が出てる人の共通して言えることっていうのはやっぱ考え方がねち違うんですよ。でも僕が最近出会ったその大学生の子なんかは23歳でなんだ今年800万ぐらい稼いでるんですけど考え方全然違うんですよね。でブックメーカーでも結果出してるしそのブックメーカーのノウハウを今販売してるんですけど まあ今月はもう300万ぐらいいってるっていうことで報告もらいましたけど、うん、23歳で月300かっていうところですげえなとは思うんですけどただそういう結果出てる人の考え方っていうのは全然違うのでまあそのノウハウがあるのかテクニックがあるのか確かにあるかもしれないんですけどそのノウハウとかテクニックを使う上でのベースのその考え方っていうのがないと結局ノウハウとかテクニックが できないんで、まあ、今回の全部の映像を見ていただければ、まあ、それがわかるんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、メールの方に映像の方を載せておきますので見ていただければなと思います。はい。では、えー、今回はありがとうございました。